集者になりたいか、僕は割とそういう学生だったんですよ。編集者になりたくて、出版社に入れなくてネットやったとかなんですけど、あの、忠実に実践したなと思ってることが一個あって、あの、編集者の学校ってあのけ、すごい分厚い屋の本がありましたね。あれ、健常さんがなんかのやつが冒頭にあって、あとはまあその20人ぐらいの人がこう表紙に載ってましたけど、あれの冒頭のとこで、まあ、賢者さんが今みたいにここ数年みたいに短所出す前で、まとまった言葉を載ってるのはあれぐらいだったんですけど、その業界の一番若いやつ何人だったかな、5人だ、3人なり5人と、一番偉いやつ3人か5人と仲良くなると、この間どうでもいいと、もう一番偉いやつと一番ペーペーのやつと仲良くなるっていう、朝編集、その作家さん、一番偉い作家と一番若い人が仲良くなるとかあって、あ、それなるほどなと思ってあの私編集者とかじゃなかったんで、編集者として実践したわけじゃないんですけど、ネットの世界の中では割と実践したなと思ってることかなと思っていて、仕事の上でですね、会社の内外を超えてこの業界で一番有名な人を、ね、なるべくこう話聞いて親しくなるとか、あとその若い人はすごく大事にする、若いやつの中で生きないとすごく大事にするみたいな、あのイメージしててずっと覚えてて、でそれを例えばまあで結構ねいいんですよ、というのがあの可愛がられるっていうのと、あとまあその伸びていくやつと一緒に自分も伸びていけるっていうのもあって、でもしやるとしたら、まあ今例えばセルフパブリッシングで生きにくさそうなしてるやつと、あともそれ飛び越えて、もう本当に一番偉そうな、で声かけられるような範囲の人あの、まあ、手紙送ってもいいと思いますけど、はいはいはい、まあ、ツイッターアカウントやってたらいっぱい声かけるとか、その両方3人なんで、3人全部で6人とかですかね、そこと徹底的にコミュニケーション取ると、なんか起こりそうな気は、なるほど、あの